どうも皆さんこんにちは。簡単ギター教室ガズギターのガズでございます。はい、このガズギター教室なんですけど、日曜日だけ、ギター教室やっております。普段ですとこのガズレレというですねウクレレの簡単レッスン動画を日々公開しているチャンネルなんですけど、日曜日だけギター教室ですよ。ギターガズギター今日やっていきましょう。今日はですね、ちょっとね、にわかに人気シリーズとなっていますですね、タブ譜を使ったかっこいいフレーズ、かっちょいいフレーズを、過去で 2回ほどですね、タブ譜の読み方と、すごいかっこいいよというフレーズを紹介したんですけど、こんな感じの動画だったんですけど、これ概要欄に貼っとくんで見てもらいたいんですけど、今日はそれの応用編としまして、めちゃくちゃかっちょいいドヤれるエンディングをご紹介したいと思います。これすごくブルージーで渋くてかっこいいので、これはですね、実はそのガズレレ YouTube でウクレレのチャンネルで取り上げた、ちょっとフレーズで結構人気だったんで、これギターでもこれもともとギターのフレーズみたいなもんですからね、やってみようと思います。どんなフレーズかちょっとお楽しみにしておいてください。最初に説明です。ギター私もできるかな、やってみたいなと思った方、この今ご覧いただいているガズギターでやったら、あっという間に本当にね、もう革新的すぎてひっくり返るぐらい世界一簡単ギター教室になってますんで、すぐできます、やってください。概要欄にガズギター、私が考えついたもう独自の弾き方ですからね。でも大丈夫、応用も効きますから。はい、ガズギターの、初心者レッスンプログラム始めていってみてください。でいつも言ってることなんですけど、最初にギターを挑戦するのもいいんですけど、ウクレレこれがですね、よりギターよりもかなりハードルが低くて、弦楽器、同じ弦楽器ですからね、共通の要素も多くて、リズムの取り方とかもほぼ一緒ですからね、ウクレレを始めてもらって、横展開でギターっていうのもすごくおすすめです。しかもウクレレもすごい楽しいんで、概要欄にね、ガズレレで始める簡単ウクレレレッスンプログラムも貼っとくんで、ぜひ、あっちからこっちからやってみてください。さあ、それではですね、今日もレッスン始めていこうと思いますが、まずちょっと一回聴いてもらおうかな。こんな感じです。まずね、コード進行、よく曲の終わりとしては F から G に行って C でダーンって終わる、こういうのよく多いと思うんですね。ガズギターでやってるアレンジだとやっぱ C で終わるパターンとかすごく多いかなというふうに思ったり、たまにですけど E と D 欲しい、 A 欲しい欲しいというあのコード進行もあるんで、今日キーが違うね2つの、エンディングをやってみと言おうと思うんですけど、まずはあの一番多いであろう C で終わる時のエンディング、かっこいいフレーズ、まず出番演奏いきます。いきますよ。はい、超良くないですか。今のブルージーで渋くて、何このクールな感じっていう感じでしょ。これをやっていこうと思います。これタブ譜が登場しますよ。いきなりタブ譜を見ていきましょうか。まずこれ見てください。今矢印がついてるところ、これね普通の C のコードです。OK。これはあのガズギターやってくださってる方は C はなんとか抑えられると思うんで、ちょっとこれやってみてください。一回 C で弾いて止まる、止めといて、今度3弦の12フレットです。12フレット、ギターって大体ね、12フレットのところにこの2つのマークになってたり、ちょっとここにね、違う、普段と違う感じでね、あの12フレットのポジションマークって言うんですけど、これ印がついてるんで。3弦と1弦の、まずね、3弦の12フレット。1弦の12フレット。また3弦の12フレット。次、3弦の11フレット1個下がる。1弦の11フレット。また3弦の11フレット。次また1個下がって、3弦の10フレットと、1弦の10フレットと、3弦の10フレット。これ分かります?このタブ譜の読み方。これタブ譜っていうのはですね、その、以前撮ったそのドレミファソラシドを弾いてみようというガズギターの動画でしっかり解説してるんで、概要欄に貼っときますけど、タブ譜の読み方、そこでちょっとね、初めて見たよという方はやってみてください。ちょっともう一回いくよ。最初 C で、止まります。C を一回弾いて、ジャンと止めといて、3弦の12フレットから、1弦の12フレットを3弦の12、3弦の11、1弦の11、3弦の11、3弦の10、1弦の10、3弦の10弾いて、また C と思いきや、よーく見てください。2弦の3フレットをちょっと押すとおしゃれな響きになります。ね。これ多分ですけど C9スの響きだと思うんですよね。まあまあ、あんまりちょっと、詳しいことは置いといて、響きがいいよというふうに捉えておいてください。そうすると、いいでしょ?この C の響き。最後のエンディングでちょっとコードね、普通の C を押さえてるときに、要は、2弦の3フレットの音が加わるですね。C にですね。
はい、そうそう、こういう押さえ方でもいいですよ。こことここと、つまりここですからね。はい、普通の C はこうですからね。だからこのフォームでいくと小指で足すんですけど、まあまあ同じ弦ですから、ここは。だから最後の音はこれでもいいと思いますね。はい、はい、これで終わろうということですね。はい、わかった。ちょっとで、今回はまず今はね、こう指で弾くパターンをちょっとやっといて、後でピックでもちょっと弾き方を紹介しようと思うんですけど、よくある、コード進行として F、G で、C で終わるっていう感じでやってみましょう。せーの、 F から G に行って C で止まります。一回ドン、かっこいい。じゃがじゃん、これはやばいでしょ皆さん。ちょっともう一回ゆっくりやるか。せーの、止まる。じゃがじゃん、これはですね、C で終わる感じの曲だとこの終わり方いけると思います。最初 C で一回ドーンと止まるのがね、結構キーポイントだと思うんですけど、ガズギターで取り上げているいろんな曲、やっぱ C で終わる曲はこれは毎回入れてもいいかなというふうに思いますと。で、そうですね、まず1個目、ちょっと、こっからまたもうちょっとステップアップしてみようかなと思います。早速ですけど、ステップアップしますよ。どんなステップアップか、これ分かる方いるかな、ちょっと聞いていてくださいね。同じことやりますよ、基本的には。せーの。はい、止まる。はい、今の分かった？この、ドゥーディートゥー。これスライドという技、スライドなんですよ、これ。かっこいいでしょ。これができるとすごくいいですね。はい。あ、これエンディングなんで、テンポもね、だんだんスローになっていくとかいう表現もすごくいいと思います。ちょっともう一回やってみようか。えい、ノー。止まるよ。はい。たまらない。たまらない、このおしゃれな感じ、これはもう弾いていて酔っちゃいますよ、自分のね、演奏に。はい、でこので、慣れてくるとこの辺の下からグワリラっていくんですけど、大体みんな行き過ぎちゃうと思うんだよ。これ行き過ぎちゃう、なかなかここにね、ピッと自分が思う通りに行かない、とどまりたいとこに、パッと行くのって結構慣れが必要なんですけど、慣れてくると自然にね、ここでとどまるんですよ。はい、ガズさんぐらいになるとここに止まるぞってこう決意するわけですね。そうするとピッとこう止まってくれるわけだけど、まあ初心者の、ね、方はね、これなかなかうまくいかないと思うんで、まずはちょっと下でいいです。ちょっと下でいい。はい、12フレットの3弦だとすると、もう11フレットから1個ずらすだけでいいね。これでもだいぶ効果あるでしょ。慣れてきたら今度は2フレットぐらい下からってやってみる。このスライドっていう技を使うとですね、これかなりまた輝き増してくるんで、これぜひやってみてください。で、スライドなんですけど、ちょっとこの親指を見ててください。こういう風に親指と一緒に移動するパターンだとちょっと難易度が高いんですけど、親指を固定しといて、わかる？これで、これを中心にしてクッと押し出してやるスライドだと結構ですね、成功率が高いと言いますか、まず難易度は低いと思います。こっちからグーッと来るパターンだと親指も一緒にスライドさせてるでしょ。そうするとグッと行き過ぎちゃったりなんかして、ちょっと不安定なところがある。慣れてくるとこれでもね、できるんですけど、最初のうちはこう、親指固定しといて押してあげる親指で、よいしょ、よいしょと。そしてこの最後のコードがいいでしょ。 C の2弦の3フレット足した音、ジャカジャカやってみました。そして今のフレーズなんですけど、ちょっと右の指どうなってるか、まあちょっと分析してみましょうか。よく見ててください。 F から G に行って C で1回止まるでしょ。親指が3弦、人差し指で1弦がいいかと思いますね。指でやる場合はこの3弦親指、1弦人差し指、3弦親指、1弦人差し指、3弦親指、これで慣れてきたらこんな感じで指の担当、親指、人差し指、親指でやってみるといいと思います。そしてもちろんね、ピックでやるときもちょっとご紹介しておきましょう。ピック、はい、ピックで弾くときは、やってみますね。せー
の。まあ、ピックもまた張りがありますね。ピックは、3弦の時はダウンピッキング。1弦はアップ。これがいいと思いますね。3弦ダウン。3弦ダウン、1弦アップ、3弦ダウン。3弦ダウン、1弦アップ、3弦ダウンで、はい。これ両方できておくといいと思うんですけど、ね、この弦をね、1弦と3弦またぐじゃないですか。2弦を飛び越えてるでしょ。こういうのちょっとね、弾くときにね、難易度が高いと思うんですけど、まあこれ結構よく出てくるかっこいいフレーズ、定番フレーズなんで、こういうときにこう、マスターしておきましょうということでございます。で、今日特別編としてですね、キーが A 星で終わるとき、A で終わる。時の、同じですか、フレーズは。キーが変わるだけ。そうするとですね、ちょっとこんな感じになるのかな。D 星から D、E に行って、こんな感じかな。よくある終わり方としては。D 星から A 行って、A 星で止まって、はい。ここまで似たような感じでしょ。で、今度は A なんですけど、最後の終わりのコード、この響き。これでいきたいと思います。これもかっこいい。これも今やったフレーズ、はい、タブ譜でちょっと今もう一回出しておきましょう。まずは最初 A 星、はい、これガズギターオリジナルのね表記のコードですけど、 A 星で一回ダーンと止まっておきましょう。あ、ちょっとじゃあ指にしましょうか。最初と同じように A で一回止まってバーンってやったら、今度3弦の9フレット、1弦の9フレット、3弦の9フレット、1個下がって3弦の8フレット、1弦の8フレット、3弦の8フレット、3弦の7フレット、1弦の7フレット、3弦の7フレット。はい。これさっきと同じで、キーが変わってるだけですけど、フレーズは一緒ですからね。そうすると、スライドでやると、はい。で、最後なんですけど、ここちょっとね、余裕ある人はこの押さえ方いいと思います。1弦が3フレット、2弦が2フレット、3弦も2フレット、4弦も2フレット。で、5弦が0フレット開放弦。6弦はな、できれば弾きたくない。いい響きでしょ、これ。これ、セブンスだと思います。はい。A 星セブンとか言っておきましょうか。まあまあ、コードネームはですね、ガズさんもあんまりちょっとあんまり意識してなくて、響きがいいなという感じで、いつもこんな感じでやってますということですね。ちょっともう一回じゃあ最初からいきます。A 星を一回弾いて、ポンと止めて、9988877777。はい。おしゃれな A 星コード。はい。で、ここの最後のこのコードなんですけど、これ、こういう風に押さえるのがいいと思います。人差し指で、4弦から1弦までをビチッと全部押さえちゃって、1フレットだけこれを足してあげる。制覇とかバレエとかいう、まあでもこれ4つの弦なんでね、4、3、2、1弦をこうやって押さえてやるな、まあ結構これだったらいけるかなと思いますね。渋いでしょこれ。はい。じゃあ今度ピックを使って、やってみましょう。じゃあいきます。じゃあまたコード進行からいく。あ、まずあれだ、指でコード進行の流れからいこうかな。せーの、 D 星から E に行って A 星で止まる、ドン。渋い、カッチリー。はい。今度はピックでいこうか。まあまあほぼ一緒ですけどね。スライドじゃあ今度たっぷり入れます。せーの、 D 星 E で、かっこいい、これはいいですね。はい。で、今ね、C の時の終わり方と E の時の終わり方、をご紹介したんですけれども、ギターでよくキーの問題である、問題っていうか、キーでよく使うのは E というコードで終わる時も結構ね、今後出てくるかもしれないです。その時のために一応同じ流れなんでね、紹介しておくと、A に行って、B に行って、今度、E ですね。そうしたら、ここ今度、ここか。はい。これ今のは結構上の方ですよ。上の方でやるとすると、12、13、14、15、16、16、3弦の16、1弦の16、3弦の16、15、15、15、14、14、14、E で終わる。こんなのがいいかなというふうに思います。
ますね。なので今日は C で終わるときと、A で終わるときと、E で終わるとき。ま、あの、ガズギターでは E で終わるというのは今までかつてないですけど、まあまあこれから出てくるかもしれないので、一応この3つのパターンをちょっとご紹介させていただきました。でも E のときこっちちょっとね、高いなと思う方は、これでもいいんだな。はい。3弦の4フレット。1弦の4フレット。3弦の4フレット。3弦の3フレット。1弦の3フレット。3弦の3フレット。2弦の2フレット。1弦の2フレット。3弦の2フレット。E。これでもいいかもしれないです。はい。ちょっとこっちでやってみようか。A、A、B に A、はい。はい。終わるときはこの感じが渋いかなというふうに思います。ということで、まあまあ一応ね、今の最後のエンディングにまつわるこのコード進行っていうのは、まあまあこれに限ったことじゃないと思うんですけど、なんとなくこの C とか A 星とか E で終わるときにはこのフレーズを使うとですね、おしゃれでテンションもやたら上がること間違いなしですんで、ぜひ皆さん演奏に取り入れていただいてですね、さらに輝かせていきましょう。はい。これもね、最初はちょっと難しいかもしれないですけど、楽しみながらですね、やってください。で、ガズギターも結構ですね、いろんな曲のレッスン動画、曲数も増えてきてですね、いろいろ皆さん、楽しめると思いますんで、概要欄にですね、他の曲の、どんな曲あるか、出てくる、ホームページの1枚があるんで、ぜひ他の曲、いろいろな曲もチャレンジしてみてください。そしていつものね、流れなんですけど、ガズギターやってて、なんか質問があるとか困ってるなとか、そんなことあったらですね、コメント欄をご活用ください。コメント欄になんかコメントをいただくとですね、ガズがそれを、拾ってですね、また動画の、題材にしたりとか、紹介したりいろいろできると思いますんでね。はい。で、まあ今後もですね、いろんなレッスン動画とか、こういうフレーズとか、取り入れていこうと思いますんで、ガズギター毎週日曜日、お楽しみくださいませ。はい、そしてですね、本来だとこの YouTube チャンネルっていうのは、このさっき言ったけど、ガズレレというね、ウクレレレッスンチャンネルなんですけど、そっちの方でね、いろいろご案内があるんですよ。楽しいこと盛りだくさんです。ちょっとご案内つけときますんで、よろしくお願いします。また来週お会いしましょう。バイバイ。この本の予約がスタートになりました。2月15日に発売のね、リットミュージックから出る子供と歌おうという本です。これ、もう Amazon とか書店さん楽器店で、ただいま大好評予約受付中、それを記念しまして、3月12日は渋谷のタワーレコードでインストアイベント無料ですよ。開催します。ぜひ皆さん来てください。ね、渋谷のタワーレコードで、予約してもらうといいことばっかりです。その辺のことについても概要欄に貼っとくんで、チェックぜひともよろしくお願いします。2023年はガズレレがスタートしてですね、生誕10周年。皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。それを記念しましてですね、東京、名古屋、大阪で5月にイベント開催です。5月14日昼間の時間、東京吉祥寺、大阪は5月19日夜の時間帯、5月20日は昼間と夜、2つ時間帯があってイベントを名古屋で行います。詳しくは概要欄に貼っておきます。ぜひ皆さんチケットご予約いただいて、ライブハウスでお会いしましょう。そしてガズレレではですね、もう他にもいろいろやってるんですけど、このね、ガズピアノというのをやってるんですよ。これ、ガズがやってるハニーさん、私の愛するハニーさんと一緒にやってるピアノ教室なんですけど、ここでね、YouTube チャンネルもこれ YouTube やってるんですけど、なんと本が出版されております。めちゃくちゃ楽しくて、これウクレレやってる方だったら本当あっという間に鍵盤弾き語りもできるプログラムになってますからね。世界で一番簡単な鍵盤教室です。ぜひこれも YouTube と本の方もですね、これ Amazon でこんな風に調べてみてください。本日のレッスンはここまででございます。またお会いしましょう。さようなら、バイバイ、またねー。